おいみんな、おいみんな、どうしちまったんだよ。あのタイトルがねちょっとねいかつかったんですけれども、今回は決して申し上げるような動画ではございません。前回あのまあ出てきたサクムビのみんなとね、あのサブちゃんよりですね、あの本音ではしご酒みたいな動画を撮ろうとしたんですけれども、ちょっとなんか結構いい意味は生々しかったので、ちょっとそれをですねなんかメインで動画に出そうかなと思いました。その様子をですねご覧いただければと思います。というわけでそちらの動画をご覧ください。回ってるんかいっつってね。俺もどっちかっていうとさ、ソフトテニスなんかとなんか違う価値観を持ってソフトテニスやってる人だから、ね、王道じゃない人だから、新しい価値観を持って発信してるの珍しい2人だから、ちょっとこういうの動画撮ってみたかったっていうだけです。この日常感ね、ホテルの店ゆるっと撮るっていう。北本君に来てもらいましたよ。こんななんかね話すことなかなかないもんね。はい、今回はね、まあ、がっつり話すの大事だけど、なんか本音っぽく聞いてほしいから、ちょっとこんな感じでね、まあ、まったり見つつもちゃんと聞いてほしい分でもあるんだけど、実業団行く？それめっちゃ言われるんですよ。うん、ね、普通ね動画やってて、うん、あのみんなの進路気になりますみたいな、うん、めっちゃコメントもらうんですけど、うん、僕的には実業団はあんま考えてないですね。やっぱり結論として聞かせて。それは、まあ、やっぱり言ったら僕らの、まあ、僕は本当に全然な方ですけど、他の競技に置き換えたら本当にそのスポーツしてる人以外にもなんかファンがいるというか、そうだよね、素晴らしいプロの選手になっていくと思うんですけど、ソフトテニスってそういう環境がないじゃないですか。ないな。普及っていうか、うん、ずっとソフトテニスがメディアに弱い、メディアに弱いってずっと言われててって考えると、やっぱり一旦というかこう区切りつけて、でも実業団行った人よりも違うキャリアでなんか結果残しそうな気がするな。結局そのファーストキャリアとして大手企業とか受けさせてもらって、もし入れたとしたらそこで経験を積んで、うん、最後そのソフトテニスに戻ってこれて還元してね。そうなんですよね、ソフトテニスにいい影響を与えられたなって思ってるんで、一回その新しい価値を吸収しようっていう姿勢がちゃんとなんかそのテニスを真剣に考えてるっていうことの答えだと思うよ、うん、今本当にあれだよね、ソフトテニスやっぱ競技やってる人ってその価値観だけでやられてるから、はい、新しい価値観をいかに作り出すかみたいなことを学べるところに入れたらいいかなって思ってて、でもそれって一回さ疑ったから出た答えだもんな。そうなんですね。要はそのソフトテニスのお仕事だよね。そうなんですよ、お仕事だ。もっと違う価値観で、もっと違う魅力で、もっと違うキャリアを積んでって、もっとそれこそあれだろ、俺らみたいに違う角度でソフトテニスのキャリアを積んでいくっていうのもありっちゃありだよね。めちゃめちゃありだと思うね。違う角度からソフトテニスでまたさ、うん、答えが出るかもしれない。なんかショップ系なのかもしれないし、全然違うの分かんない。もう俺あると思ってんのはさソフトテニス美女インスタグラマー出たら絶対いけると思ってんの。うわね、やらないだけでやったら叩かれるかもしれないと思ってるよ。でもそれって実力関係ないもんね。今パッと思いついただけでもそれもできるかもしれない。でも選択肢がたくさん生まれたんだから、新しいソフトテニスを使って新しい可能性を作るのはこれを見てる皆さんだわ。そうなんです。これ答えだね。それ答えだ。そう、この動画で伝えたい。そうそう、伝えだ。それだ、俺らも分からんそう、なんかさソフトテニスを盛り上げたいって聞くじゃん、はい、これもはや別の動画になると2本立てになるかもしれないけど、具体的に答えられる人超少ないと思う。それ僕も具体的に答えられない人要はさ、盛り上がってる、じゃあ競技人口を増やすのか、じゃあ外部に向けて発信するのか、それともうちに向けてる人をじゃあより強化していくのかって、すごい言葉の定義がめっちゃ広いじゃん、ソフトテニスを。めちゃめちゃ僕のソフトテニスをもらえるってあまりにも定義が広すぎて。そうですね。え、何やりたいのってさ、俺結構みんなの話見てたもんね。だから俺の場合は明確にね、人によって答え違うの、これって。ソフトテニスをもらえたい、うん、だから別に何かを否定するわけじゃなくて、で俺の中ではもうしっかり明確に決まってて、あの外部のソフトテニス未経験者の人がソフトテニスに興味持ってもらったのが俺の中のソフトテニスをもらえるのね。だから一切宇宙系に作んないの、俺は。技術とか一個も出したことなくて、自分の競技を全くやったことない人に見てもらうのってのは本当に難しいんだよっていう。マジでむずい。そう、マジでむずいの。じゃあどうしたらいいかって、それを現実としてどれだけ体感してる人がいるかっていうと、意外といないなと思ってて、いやもうそれっつったら、いやもうな、いろんな人が当てはまっちゃうからね、かもしれないけど、そういうことじゃなくて、まあこれはもちろん業界の成長段階があるから、今は第一段階だと思っていて、それはソフトテニスって、もちろん最初は技術とか、これ公式もそうなんだよ、知ってた、うん、公式テニスの YouTuber って見たことある？全然ないです。まあスポーツって全部そうなんだけど、はい、進化段階が決まってて、はい、全部のスポーツってハウトゥーから入るのね、はい、なんとかのやり方やり方やり方って大体1周ぐらいして
それを裏切るようにしてちょっとつくだけたバラエティとか、それがまたカウンターとしてなんか新しい文化が生まれたりするんだけど、おもろいやつはいるけど発信がやつだよね。あといろんな人フューチャーしてほしいな。なんかもうやっぱりどうしても触ってない領域たくさんある。なんかそれこそ俺全中優勝したことがあったけどさ、はい、そういえば中学生フューチャーされてないしさ、あとシニアとかも面白いよ絶対。絶対面白いですね。あそこに生きるおじいちゃん俺どんな気持ちでテニスしてるのかめっちゃ気になる。ソフトテニスってやっぱ障害スポーツじゃないですか。そう、試合見に行こうって思うより強いきっかけ。技術ってね、その人より上手い人出てきたらもう終わりだから。終わりですよ ね、 ね、大事なんだけど本質的な価値じゃない気する、はい、だって俺より上手い人なんていくらでもいる。北本君より上手い人もいるかもしれない。めちゃめちゃ、そこを技術だけで勝負したら僕より上手い人見てくださいで終わっちゃうかもしれないけどね、人を見てくださいって意味だったら俺にしかないものがある、北本しかないものがある。だからそういう発信があればね、スマッシュが速いとかさ、あの何もう上手くなるっていうのはもちろん一個魅力だけどさ、いやソフトテニスの魅力ってそこだけじゃないじゃん。あとソフトテニスの団体戦とかさ、あれってやっぱ特殊な文化とか伝統だと思ってんの、あの熱量とか、もうあれもソフトテニスの魅力じゃんつって、もう団体戦も美しい、その人間愛も美しいし、その熱意も魅力じゃんつって、もっとそんなところでお得ね、なった情報ももちろんね、人に見られるかもしれないけど、ソフトテニスを盛り上げたいってなったら、なんかもっと、もう外に目を向けるだけじゃないけどね、なんかもっといろんな魅力、改めて自分で見直してみて、そういえばソフトテニス何面白いんだっけ。そう、一回、競技自体というかさ、その伝統を疑うタイプじゃん。新しいビッグマンを起こす人間って、やっぱ常識を疑う人間だから、このままでいいんだっけって。で、そいつが新しい常識を壊して作る。で、その新しく作った常識がさらに、新進のやつに壊されると。だからきっと俺らが作った常識もきっと新しいのに壊されるんだよ、きっと。だから、うん、どん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 塗り替えられて、そう塗り替えられて、でもそれでいいんだよ。そうやって新しくどんどん新陳代謝が良くなって業界って良くなっていくもんだから、あの市場気なんでね、あと市場気もうすぐ起きなくちゃいけないんだよねまあでもまあ今日飲まずにいられるかっつってね、こんなとこまで来てよ。あとこれを見てる皆さんが、はい、なんかね、本当にどうやって変えていくのか、新しい常識を作っていくのかっていうのは、うん、もう僕らからも期待してます。そして今回はまあネガティブな内容とかじゃないんで、なんかね、このふらーり、のらーりと話したけど、とはいえちゃんと技術もこれからやってほしいとは思ってるんで、はい、伝統もやりつつね、はい、王道もやりつつね、新しいこともね、ぜひやってってください。はい、はい、そんな感じで、こんな感じでね、いいなと思ったら、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。では今日はここまで。バイバイ。よっしゃ。バイバーイ。お前、そこ使われる手で喋ったな、お前。